NPJ と吉本興業の一人です。たびたび失礼いたします。まず東京電力の相沢副社長によろしくお願いいたします。先ほど、ジャーナリストの綿井さんとの質疑の中で、原発敷地内そして J ビレッジの取材についてその取材ができるようになる取材、解除になる条件というのはご存知ですので割愛させていただきますとおっしゃっておられましたがすいません私不勉強なもので、J ビレッジなどの取材が可能になる条件というのを具体的に教えていただけたら ありがたいと思います。そして、被爆者健康手帳に準ずる医療支援について園田政務官にお聞きします。私の記憶違いでなければ園田政務官が議員になられた頃に原爆訴訟の賠償スキームの最終のものを手伝ったとお聞きしたことがあるんですけれどもそれを考えますと今回福島原発事故に由来してこの被爆者健康手帳に準ずるものが発行されるかどうかの決定権は厚生労働委員会が持っているということでしょうか。どうぞよろしくお願いします。あ、すいません、もう一点。あ、やっぱりいいです、すいません。まず気をつけなければいけない点ということで申し上げました。申し上げた中身は、J ビリッジではなくて、福島第一原子力発電所の中に入る場合のことをお話したつもりでした。1点目は、やはりその線量の高いところで、ましてや警戒区域の中にある発電所ですから、いらっしゃっていただいた皆様方の安全をあるいは被爆量をしかるべく量に抑えなくてはいけない、これがまず1点目ですね。それから作業をしてます、作業の障害になるようなことのないように最大限の配慮をしなくてはいけない、これが2点目。それから3点目は、核物質防護の観点からということで、ございます。この3点についてよくよく配慮して、行っていかなきゃいけないと、こういうことでございます。以上です。ありがとうございます。関連でその線量が高いのでしかるべく抑えるというのは具体的に例えば空間線量が何ミリシーベルト以下になったらということなんでしょうか。でこちらは J ビレッジではなく 1F に入る場合というお答えをいただきましたがでは J ビレッジに、取材に入る場合の条件入れるようになる条件を教えていただけたらと思います。はい、これは 1F の現場も J ビレッジの現場も、現場といえば現場ですから同じことになるんですが具体的にそのいろいろ検討する中で、現実的な諸問題が出てくるんでそういったところも配慮しなくてはいけないというふうに思います。ただ今ほどまでいろいろと お話ご意見が出てました。J ビレッジの方がハードルは低いというのは確かなところでございますので、これについてましても今後検討調整をさせていただきたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。 1F も J ビレッジも同じことということで、J ビレッジの方は、核物質防護の観点そして作業の障害がないようにというのは、省かれるように思うんですがそうなると一つ目の線量のみの条件が関わってくるかと思うんですけれども具体的に、空間線量で何ミリシーベルト以下とかいうふうに数値をお示しいただけますでしょうか。それは 1F 発電所の構内という意味ですよね。おっしゃってるの両方数値がはっきりお答えいただけるのであれば J ビレッジでも 1F でもそうですか。J ビレッジにつきましてはずっとハードルは低いと思いますのでそういう中で検討させていただきたいと思います。 1F の場合には、100ミリシーベルト100マイクロシーベルト、という線量以内に収めるようにするにはですね比較的まだ線量は高いものですから限られた時間で限られた領域のみの、視察ということになりますね。その辺もよくよく具体的な計画を練っていかなくてはいけないということでこれについては検討調整をさせていただいておりますのでまた結果が出次第ご報告をさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。解除条件をお聞きしているんですけれども 1F は100マイクロシーベルトパワー以下になってたら、取材の可能性があるという認識でよろしいでしょうか。一般の方がですね、構内に入られるときには、我々として、
100マイクロシーベルトというのを一つの線引きをさせていただいてますので、その中で行動していただくというようなことで考えております。そういう中での、計画をすり合わせていかなきゃいけないということでございますので、これにつきましては繰り返しになりますが、結果が出次第ご報告をさせていただきたいと思います。以上です。すいません、少し理解ができなかったんですけれども、100マイクロシーベルト積算ということでしょうか。空間線量が100マイクロシーベルトパーは以下ということでしょうか。そして J ビレッジはハードルが低いということで、 J ビレッジの、線量の目安はどれくらいになるんでしょうか。積算の線量でございます。空間線量ではありません。それから J ビレッジについては特にございません。以上です。わかりました。では J ビレッジについて、線量などの条件もなく、核物質防護の観点、そして、引っかかるとすれば作業の障害がないようにというこの1点だけになるという認識でよろしいでしょうか。はい。それから、具体的に実際に、そういうことをする場合にいろいろな、なかなか気がつかないような障害が出てこないかどうか、その辺の検討も必要になると思います。それは具体的な計画を進める中での検討対象項目となります。繰り返しになりますが、現在これについて検討しておりますので、結論が出次第ご報告をさせていただきたいというふうに思っておりますので、ご理解ください。わかりました。この質疑は4月の時点から繰り返されていると思うんですけれども、大体どれくらいの目安で回答いただけるんでしょうか。すみません、その質問先ほどから何度も出ておりますけれども、何度も、はい、回答がいただけないの で、で同じ質問を返すだけですので大変恐縮ですけど、他にもご質問があれば。あ、分かりました。吉澤さん、すみません、吉澤さん、以前会見側の方にも回答を短くとお話しいただいてましたが、質疑応答の私の質問と回答の方々の時間を計っているんですけれども、圧倒的に回答側の方のご説明が長いですので、同じ説明が繰り返された場合、そして、質問の趣旨と違う回答をいただいた場合も、何らかの処置を取っていただけますでしょうか。吉澤さん、その必要があると思ったらさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いろいろ皆さん方